アミラル・シャルネ旧装甲巡洋艦は、フランス海軍の装甲巡洋艦の艦級単艦での通称破壊船から艦隊、直江までの汎用装甲巡洋艦として1889から91年計画で設計されたクラスである。設計は、リパージ。 本艦は1889から91年度海軍整備計画により、デュピード・ロームの小型版として建造された。本級は、船体の小型さゆえに複砲を全級の 16cm 砲から 14cm 砲に、口径を縮小化し、機関も3軸推進から2軸推進へと変更された。このため、速力は全級よりも、約1.5ノット低下し、 減速走行も若干薄くなった。本級の武装、走行配置を示した図。写真は、ラトゥーシュトレビル。船体形状は当時、フランス海軍が主力艦から警官艇に至るまで、主に投入していたダンブルホーム型船体である。これは、水線部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減できる。 戦隊方式で、他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土級戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、推薦下部の艦首、艦尾は著しく突出し、かつ、原則艦艦よりも推薦部装甲の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、推薦下から艦艦に上るに従って戦隊は引き絞られ、 甲板面積は小さくなっている。これは、微法の社会を船体で狭められずに広い社会を得られることや、当時の走行配置方式では、船体の前後にまんべんなく、走行を張る、全体防御方式のために船体が短くなれば、その分だけ走行を張る面積が減り、船体の軽量化ができるという目的に取られた手法である。 本館の船体形状は全球と同じく関元の高い艦首から低い艦備までなだらかに傾斜する平ら艦板型船体である。水面部が突出した艦首から艦首艦板に1 9 4センチメートル単装手法塔が一機下部に司令塔を組み込んだ環境からミリタリーマストが立つ。ミリタリーマストとはマストの上部あるいは中段に警防魚の見張り台を配置し、 そこに3 7ト、mm、ルから4 7ト、mm、ルクラスの機関砲を配置したものである。これは当時は水雷艇による奇襲攻撃を迎撃するために遠くまで見張らせる交渉に対水雷撃隊用の速射砲あるいは機関砲を置いたのが始まりである。形状の違いはあれどこの時代の列強各国の大型艦には必須の装備であった。 本級のミリタリーマストは3段の装甲化された見張り所があり、中段に4.7センチメートル機関砲が計4機配置され、前後合わせて計8機である。全部マストの後部には2本煙突若干離れて並び、間にはキセル型の通風塔が片言3本ずつ計6本立っている。2番煙突から短脚式の後部マストまでは関西低置き場となっており、 日本一組のボートダビットが片弦二組の計四組により運用された。後部甲板には1 9 4トル単装主砲塔が後ろ向きに一機である。船体の原則部には全球と同じく複砲が砲塔に収められ、1 3 8トル単装複砲塔を前後ミリタリーマストの側面と二番煙突の左右で。 片言3期ずつ、計6機を配置した。ありがとうございます。